皆さんこんにちは、城春彦です。題名を聞いた時は驚きました。ただ僕は実は映画を見てないので題名だけで恐れていたわけです。いろんな映画ありますけども、いきなり何かがこう飛び出してくるとか怖いの嫌です。で監督の思い通りのままに翻弄されるのは尺に触るので、そういう映画はあまり見ないんですけれども、ただ台本を読んで、思ったことは、架空のありえない話のようですけれども、ありえないことはないと思うんですね。あらゆることが、こんなに極限的な状況でなくても、人間が生きているとか、この世界にはいろんなことが起こりえますので、そういう状況の中で人間が人間であり続けるっていうか、人間の尊厳といいますかね、誇りを持って生きるっていうのはどういうことなのかなっていうことを強く考えさせられました。やっぱりこれからだとは思いますけれども、基本的に着眼といいますか、いい視点のいい世界観のいい本だと僕は思ってますので、その中の自分の役割っていうかな、やっぱりこう生きるということに対して、工夫を重ねて、そして、障害を乗り越えて、大きく生きていくと、そういうメッセージを舞台から発信するののどっか一翼を担えれば嬉しいなと思っています。何かこう事態を進展というか変換させていく、きっかけになるような発想アイデアを持ち込む役になるのではないかと思っているので、その時の輝きといいますか、希望といいますか、みたいなことをなんか舞台の空間流れの中に一つの強いパワーと光を与えられるような演技というのを志したいと思っています。人間の魂が死に絶えていくっていう世界の話ですので、やっぱりそれを最後までこう握りしめながら、ひたむきに生きるっていう姿を、全身全霊で務めたいと思っております。ありがとうございます。では劇場でお会いしましょう。